質問は自灯明とは何かと。ですね。これはお釈迦様が、亡くなられる時にですね、これからお釈迦様が亡くなっていく中でですね、私は何を心の明かりとしていったらいいでしょうかと、こういうふうに尋ねられた時にね、お釈迦様はこれからは自らをね、自らを灯明とし、法を灯明としなさいと、ね、こういうふうに言われた。でもこれは確かにその通りなんだけど、お釈迦様が言われた意味とそのお弟子の人たちが思った意味とは違ってしまったんです。このお釈迦様は自らを灯明としなさいと言われた、この自らっていうのは自らの正直な気持ちなんです、ね、正直な気持ちを灯明としなさいっていうことなんです。例えば仏教の教えっていうのは右に行きなさいよと左に行きなさいよとこう教えられるじゃないですか。その時に中山きんに君じゃないですけどね、俺の筋肉はどう思うとかっていうわけじゃないけどね、自分の心に尋ねることが大事なんです。自分の心ではその教えに対してどう思ったかっていうことが大事なんです。それをその灯明としなさい、自分の中で正直に思った気持ちが大事なんだってことなんです、ね、例えば自分が右に行きなさいって言われたことに対して右が嫌だと思ったならば、嫌だという気持ちをその見ないようにしてね、とにかく言われた通りに従っていく教えじゃないですよってことなんです。自らを灯明としなさいって言ったら、例えば自分が嫌だと思ったら嫌だからやらなくていいっていうことでもないんです。なぜならば法も灯明だから、右が正しいってなった時に右でね、右に行くのが嫌だという気持ちも明かりにしなさい、でも右が正しいという方も明かりにしなさい、ね、じゃあどうしたらいいのか、悩んだらいいんです。悩んだらそれを無理やりね、簡単に答えを出そうとするのが間違いなんです。もちろんね、はい、仏教の教えって言ったならばね、相手に分かってもらえるように話をするのが大事です。相手が納得するように、納得するように話をしていくことが大事です。でも時にはですね、その納得するように話ができずに、これはどういう御心なんだろうかなっていうふうに思うこともあるわけです。その時にどういう御心なのかな、ね、無理やり従えばいいっていうことでもないし、
自分の心に合わないから従わないっていうことでもないし、その深い御心が知りたいと思って悩み続けていくことが大事なんです。先ほどの証券の話の中で、はい、正しくこう物事を見る、こう感じる世界に対して、はい、こう聞きながら思ったのは、そこにこういろんな主観を入れてしまうと、うん、物事を正しくこう見ることができないというふうにこう思うんですけれど、はい、どうすればこのいろんなことに関して、今の話もそうですけど、このできない自分とか、その言われてるその内容に対してこうあらねばならないとか、まあ、そういうことでこう逆に主観を入れると方向をこう誤ってしまうっていうか、そういうことが一番問題じゃないかなとは思うんですけれど、はい、それはあの実際人と向き合う中においても、こうあってほしいとか、もちろんこうあってほしいとか、 これの方が正しいとか、この方が間違いがないとか、まあ、そういう思いはこう自分の中にこういろいろ出てきたとしても、その現実にはこの相手の心もあるので、それをその無理やりこう右だって言ってもこう難しい部分はあるんだなっていうのは、最近こう私の場合は特に、あのなんでこれぐらいできないのっていう、こう逆に見方をしてきていることが非常に今まで多かったので、まあそういう面においては、この仮に私自身ができるからこの相手ができて当たり前っていう、そういう思い自体が問題だというのはいつも言われ続けてきて、まあ、実際にそれは問題だということは自分で感じるものが多々あるんですけれど、まあ、それをこの仏教の話を聞きながら、または周りの人の話を聞きながら、だんだん整理されてはきてるんですけれども、実際にじゃあ現実にこうアドバイスしてくれる人が身近にいなくなったりとか、そういった時にどういう心で自分自身が正しく物事を見つめていくことが大切かということも思ったので、この質問をしたんですけれど、それはね、なるべくね、主観を取り除いて、主観っていうのはね、都合です。都合を取り除いていくことが大事です。だから都合が入るとね、正しく物事が見えなくなるんです。でもこうしなきゃならないでしょ、ああしなくちゃいけないでしょっていう都合が入ると、その相手に対して酷なことも平気で要求してしまうんです。だからなるべく自動明って言った場合はね、その都合をなくしていくっていうことがです。都合がいいからとか、都合が悪いからとか、そういう気持ちを、うん、なくしていく、うん、じゃあ日頃はどういうことに心がけたらいいんですかと言ったら、遠回りを嫌がらないってことです。例えばね、わかりやすく言えば、食器を片付けてって言って食器を片付けてね、あげたとします、ね、その時に効率を重視すると、一度に一気に片付けた方がいいですよね。はい。だけど片付けてって言った時に、片付けた後ね、戻ってきたら、これもお願いねっていうふうに
1枚だけ渡されたと。1枚渡すな、1枚渡してね、渡すまで待ってやればよかったのにっていうふうに思わないってことです。その一枚一枚をやっていったらいいってことです。ね、自分が時間を取られること、手間がかかること、それを嫌がらずにやっていくっていうことが大事なんです。私たちはね、どうしてもその都合が入る時っていうのは楽をすることを考えている時なんです。楽をすることを考えている時に都合で物事を見るようになる。これはね、学院である人がね、その言われたことなんだけどね、その人はいつも効率ばかり重視して自分が楽になるように楽になるように生きてる人なんです。その人に対して学院長は、あなたは苦労が足らないって言われたんです。苦労しなさい、苦労しなさい、苦労しなければ人の気持ちはわからないよ、ね、だから岩城さんもいろんな意味で苦労してると思うんです。でもその苦労は自分にとってのその都合を入れてしまう自分をね、変えていくために必要なご縁なんだと思ってくる、持っていたらいいと思うんです。でも外的なその苦労に関しては別にどうこうは思わないんですけれど、一番のその問題はやっぱり人ですよね。人、うん、人との関わりはい、の中で、うん、なんていうか、まあこうやってほしいと思うけれど、なかなか思うように動かないとか、はい。そしたら時間をかけてやっていくしかないなと思うんです。まあでもね、岩城さんも苦労してますから、だいぶ都合を考えずに見えてると思いますよ。いや、だいぶこう違う意味で諦めるわけじゃないんですけど、違う意味でこう、はい、なんていうんですか、こうあってほしいと思っても仕方がないなっていうふうな見方はできるんですけれど、はい、なかなか難しいですよね。難しい、それは難しい。でもそれは何度も最初に言ったように悩み続けていくしかないんです。だから右は正しい、でも右に行くのは嫌、ね、どうしたらいいんですか、悩み続けていくしかないですよ、っていうことなんです。この場合に悩むことがこの人にとってのね、遠回りってことです。まあ、ちょっと焦る思いもあるんですよね。まあ、例えばこう年齢、自分の年齢とか、はい、こんなことを考えたときに、例えばその後にこう続く人に対してこう全然こう、なんて言いますか、育ててもいないし、育ちきってもいないし、そういう中でどうやって、まあ、行くかは、その私がいくらどう思うが周りがどう思うが最終的にはその一人一人なので、そこに関してこう干渉できないというか、その首に縄つけて引っ張っていくわけにもいかないし、だからといってここに行けばその人がね幸せになる近道だと思っても、それは難しい場合もあるので、そこのところでやっぱり忍耐じゃないですけど、うん、そうですよ、そうなんです、忍耐じゃないですけど、
まあ、それはちょっと自分に非常に不足してるなとは思うんですけど、まあでもね、今までの人生でだいぶ学んでると思いますよ。普通の人よりはね、はるかにニンニクがあると思います。いや、なんかそういう苦労をずっとしてきたと思うんです。もうね、苦労がにじみあふれています。いや、そんなことはまずない。苦労がにじみあふれています。いやいや、ただ言われるのは、その真面目すぎて、自分ではそう思わないんですけど、真面目すぎるがゆえに逆にこうマイナスになってるって言われることはあるんですけど、ちょっと自分ではそこよく今一番から。まあでもそれは性格ですからね。そこはなかなか直せない部分なので、それを受け止めた上で補っていくしかないんです。いや、だから逆にこう真面目、自分ではそう思わないんですけど、真面目すぎてるがゆえに相手に逆に要求してしまうところがこうあるんじゃないかなって、うん、だからそこは要求しすぎるところがあるから、ちょっと引くことを覚えるってことだ。まあね、年を考えたらこう焦る気持ちはあると思うけど、人はね、簡単には育たないです。それは痛いことよくわかるんですけど、あ、それでさっきのそのごめんなさい、至上心です。そう、至上心っていうのは自分の正直な気持ちっていうことです。正直、これが都合によって歪むんです、私たち、はい、都合が入ってくると、正直、その例えば仏教っていうのは右が正しいですよっていうふうに言われる、ね、そうすると右に行かなければならないっていうふうに思うの間違いなわけですよ、ね、右が正しくて、右が正しいと言った上での私の心を見ていくのが仏教ですから。だから右が正しいから右に行ってさえいればいいんだっていうのも間違いだし、右に行かなくてもいいんだっていうのも間違いだし、右が正しくて、その心ね、右が正しいっていうまな板の上に乗せて自分の心を見つめることが大事なんです。右に行きたいけど行けない自分を正しく見ていくっていうこと。そう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 。なぜなんだろうって。そう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 。例えば仏教の教えを説くときもね、はい、一方的にこれが正しいからやれって言わないじゃないですか、僕も、はい、これが正しいですよって言った上で、その人がどう思うかっていうことを聞いて、それに対して反応してるっていうか、対応してるっていうか、まあ、それが待機説法そう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 だって言った思うんですけど、でもともすればやっぱりこう焦るじゃないけど、このね、急いでこう右に行きたいってこう思いますよね、思いますよね。そういう思いもこう見ていくっていうこと。そうです、そうです。だから右に行きなさいって言って右に行ったら救いがあるわけじゃないってことなんです。仏教というのはその右にが正しいですよって言った時のその心をね、その心を見つめることによって救いがあるので、だから教えの通り実践していったら救われる教えじゃなくて、教えの通りに実践していこうとしたその心を見つめることによって救いがある教えですから、仏教って。だからその人の心がそのさらけ出してもらえるように、もらえるように、まあ、僕が説法する立場だとし、ね、したら、その人の本音がね、その出してもらえるように話をしていくことが大事っていうことです。そうですよね。いや、結局そういう中でこう自分自身を見ていけば見ていくほど、この見たくない、見にくい、こう自分っていうのは
嫌ということを見て、なんて見えてきますよね。はい、もうこれだけは、これだけは見たくないとか、これだけは言いたくないとか、はい、そこだけは認めたくないとか、はい、そういう、まあ、自分自身の姿を通して、それでもあなたを愛して許して導こうとされている仏様がおられるというところから、うん、救いも始まっていく。そうです、そうです。だからすごい葛藤ですよね。うん、すごい。ありがとうございました。よく見てもう一度振り返りながら、はい、読みがないですか。はい、今早く読みましたので今切りましょう。一旦切りますね。この1ヶ月間一切